どうも、白石秀則です。はい、今日は117。ね、明日118。お三人、お誕生日ですが、今日は、ノベルコア君が武道館でライブをしておりますね。私はその中、ビファソシュントのウーバーワールド、アンコールアゲイン、ビハインド、こちらの方を見ていきたいと思います。ただただ、おじさんが仕事終わりに、ビファソの動画で、癒されていくという会になっておりますので、ご容赦ください。せーの、ポチリデント。撮り終わって、はい、完成したら俺の歌詞全部変わってるかもしれないか自分も多分変わるかもしれないですでも俺 B メロの部分ってなんか結構俺好きでそこをなんか若干変えてあ、全然それです自分のところに入れたというかもうファックは言ってほしいなと思ったからなるほどなるほどシュントの真面目なとこたまにこう見るからギャップで燃えちゃうわ。飛び込みなんか悩んでる。ああ、いや。オッケーです。Let's go ってもな。どうしようかな。一回一旦にされる。先にそうですね。行きましょうか。はい。笑顔がチャーミングだしよ。いや何本かもらっといて、俺もなんか試してみる。あ、ありがとうございます。なんか適当にそうですね何回か持ちネタ持ちネタ結構少ないですねお願いしますはい ちょっとかっこいいですねかっこいいですねあーボールねうんありがとうちょっと俺も考えてみるはいすいませんお願いしますって感じだったでありがとうございますラッチリやありがとうございます大サビちょっとだけ俺なんかもうワンこのああもう一個ドラマチックなの欲しいなと思って、うん、アフターザラストワンアゲンって曲にしようかなと思ってみると、はい、最後の、最後の1回の後にもう1回みたいな、うん、それが大サビであったりとかしてもいいかなと思っててでライブとかはさそれをなんかこのストンプとそれだけを持ってきたりとかしてあ、はい、あできいろいろできそうですもんね、うん、ライブ1プリフックと2プリフックをこう歌う、はい、シュント俺シュントサビ俺みたいな感じにしてた方が面白いのでちょっと組み合わせてみてくれるそれによって、ニーバース前に俺がなんかバンって蹴ってみたらそこをちょっとガヤみたいにできるし、はい、楽しいね俺もレコーディング楽しかったね撮る側もやったし、はい、歌う側もやったしありがとうございますありがとうございます自分に景色だったはいどの景色、うん、この声がいいからなすでああ絶えもない朝昼晩も俺からすりゃ灰色の景色だった自分に嘘ついてく日々にそらさとちょっと変えてみたんですけど最後の方急かされてる感じあるかなと思ってどっちがいいんだろうって悩んでたんですよねあ、本当ですかじゃあ戻します戻しますはい絶えもない朝昼晩も俺からすりゃ灰色の景色だったな自分にばっか嘘ついて日々に辛さとうんどうなんだろうなでもせかされてる感じをなんか自分が作ったからっていう自分で聞いてたらそう思ったからその客観的に聞いてあじゃあそっちで自分は行きたいです自分を信じれないやー違うな自分を信じれないやからか。あ、それだ。自分を信じれないやからもう愛せないやからが勝負だって言い聞かせここにたどり着いた。いいね。決めたラスト一回のその先の未来を見てみたい。
い見せたい絶対じゃないってとこ、これがうまくいかなきゃやめよ、決めたラスト以外のその先の未来にしかない希望がある、うん、ビートが走ってる歌にね。アカペラでもすごい乗れるんだよね。音の切り際と9分もね。そうそうそう、前回のプリプロよりいいのは取れるっていう気持ちであるもんな。そうっす。じゃあ記念にも1回だけ歌ってみて。ああ、もうやっぱプリプロの方がいいってなるのもいつもの俺のパターン。なるほど。記念に1回行きましょう、行きましょう、行きましょう。自分を信じれないやーからっすね。どうですか。いや、いい感じだと思いますけど。本当ですか、うん、ありがとう、ありがとうございます。サンキュー、ありがとうございました。頑張れ。うわあ、レオが来てくれてるな。モナティ意気込みもあります。ゼロクワイヤーズ、こういうのがいいね。難しちゃいました。ゲージ良かったな。ちょっと上手かったね。ちょっとレベル下がった。ちょっとやばかった。ありがとう。ありがとうございました。最高やわ。ありがとう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 ございました。ありがとうございました。みんな同世代やけど、いいおっちゃんやね。ありがとうございました。ありがとう。楽しかった。いや、楽しかったです。ありがとうございました。走り続けてウーバー素晴らしいですね。ねえ、そんな大先輩と一緒にこうね、肩を並べてスタジアムで歌を歌うんですから、俊斗くんも化け物でございます。はい、ビファーストでぜひね、戻ってきてほしいなと私は思っております。ただただ白石秀則が BE:FIRST 旬と UberWorld アンコールアゲンの Behind Vlog シャープ3を見ていっちゃう回でございました。こんな回が今年も続いていきますが、よろしくお願いします。ではまた会いましょう。白石秀則でした。